はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ね、年末バージョンでですね、場所を移してですね、動画を撮っておりますが、28日の今日は火曜日ですね。もうすでにですね、16時53分になりまして、今日の日経平均は上がって終わったはずですね。プラス392円、2万9000台復活ということで、明日29、明後日まであるんですね、確かね。まあ無理でしょうね、3万円はね。ドル円が 114.8 あたりで止まってますね。はい。ニューヨークダウは昨日プラス351ドルですから、まあまあですね、原油が高止まり。今日ね、ガソリン入れたんですけどね、そんなに高くなかったです。157円だったかな。もっと170円台になってるのかなと思いましたけどね。大丈夫でしたね。はい。さて、貯蔵オンラインでございまして、これはですね、28日の12時22分に出た記事ですか。12時22分、28、今日ですね。はい。韓国の大卒就職率 65%。最近10年で最低水準という記事でございまして、これ大卒のね、就職率がね、よろしくないとね、やっぱりそれだけ世の中不景気になってるという一つの基準じゃないかなと思うんですけどね。ちょっと読んでいきましょうか。昨年、韓国の大学と大学院の新卒就職率は 65.1% で、2011年以来最も低い数値を記録した。コロナの影響で企業採用や企業を起こす方ですね、企業がいずれも減ったことが影響したようだと。まあ日本はそんなに減ったという感じしてませんよね。まあマイナス成長だからいいことはないんですけどね。韓国教育部と韓国教育開発院は27日、2020年高等教育機関卒業者の就業統計調査の結果を公表した。全国の大学と一般大学院の卒業者、2020年2月、2019年8月、2回卒業するんですか、向こうは。9月入学やったら6月卒業ちゃうのと思うんですけど、前は。2月と8月に卒業ね。はい。55万3521人を対象に、昨年末時点での就職状況を調査したものだと。その中から、兵役や国内外に進学した場合などを除いた、48万149人のうち31万2430人が就職していた。向こうは兵役がありますからね、男性の場合ね、女性以外はないですけど。だからまあ男性が偉そうにしてるというところもあるんでしょうけどね。就職率は 65.1% で、前年各2019年 67.1%をと比較すると2ポイント減り、この調査が始まった2011年以降で最も低くなった。2019年も 67.1%、 そんな高くないですよね。要は3人1人は就職できて、していない、できていない、あるいはしていないということですね。従業員、就職先の、ちょっと飛ばしまして、就職先の規模別では、正社員1000人以上の企業への就職者74,898人、前年82,837人と比較して大きく減少したが、従業員5から299人の企業への就職者は増加した。まあ、つまり中小企業に就職する人が多かったということですね。すごいな。まあ、日本もそうですけどね。まあ、詳しく書いてありますけども、はいはい。もう以下、省略をいたしましょう。ムンジェインさんね、大統領になって、もう丸4年、
やるようにもうすぐ丸5年ですね。今4年半経過して、さまざまな経済対策をお出しになったんですけども、ほぼ全部失敗したと言われています。こう華々しい成功をしていればね、そのなんかわかるはずなんですよ。わかるというか、もっと僕らでも僕レベルでもですね、こう確認できるはずなんですよ。ムン・ジェインさんが大統領になって唯一成果を上げたのは経貿易と言われていたんですが、もうすでに過去の話になって、今はですね、もう減ったといえども3000人というあれですね、感染者数を出してますから。でしかも現状医療崩壊、医療崩壊っていうのはですね、ほぼほぼですね、してしまっていると。重症者が1000人以上ということで、医療ケアを受けられずにですね、あっちが行かれてですね、救急車に乗せられてですね、その焼くところに行くという方がですね、毎日のように出ていると。もうすなわち医療崩壊やね、そういう状態ですんで、つまり何一つ成功していなかったということですね。それでもね、あの人ね、40% 近いね、支持率があるんですよ。ものすごくコアな支持者がいるわけですね。ムン・ジェインさんみたいな、なんでそうなのかって不思議でしゃあないですけどね。日本の総理大臣でもこう成果を上げていないとですね、その支持率がどんどん下がるでしょう。まあ、安倍さんはね、最後まで一定の支持率ありましたけど、あの方は割合ですね、初期の頃アベノミクスに成功してですね、不況感を払拭したわけだね。そのイメージと、あとは外交の、まあ、だ外交は上手でですね、トランプさんとものすごく仲良くなったということでですね、ああ、ええやんということで続いていったわけですね。でも森友やら何やらでいろいろあってですね、桜と、最後は桜でしたね、ほんまに。で、急激にですね、その、ご本人が嫌になったんでしょうね、あれ、体調やとか言ってますけど、その後ピンピンしてるやん、ほんまに、という感じですね。ご本人が嫌になって投げ出したという感じでございますけども。ムン・ジェインさんの場合はですね、何一つ成果がない。で、この若い方、向こうの愉快な大人さんの国ではですね、20代、30代の若年層の失業率といいますか、が3割超えてるというふうに言われています。まあ、大卒でね、65% しか就職できないので、残り 35% 何やってんのということですね。まあ、院に行かれる方もだいぶいるんでしょうけども、まあ、でも、その、日本で一番ひどい時よりもまだひどいという状態ですね。であるのになぜか知らないけども経済成長してるんですよ。ほんまかほんまかみたいな。日本でもね、先日 GDP 稼げするためになんか変なことやってましたね。バレてましたよね。愉快な大人さんってね、そういうことをなさっていないとは思うんですけど、なぜ息を吐くようにですね、本当にないことが口から出てくるというお国柄、民族性なんで、もしかして、もしかしてと思いますよね。他のいろんなニュース見ててもですね、景気が良さそうな話はほとんどないんですよね。チキン屋が増えたとかね、コンビニが増えたとか。要はその、あれですね、まっとうな、なんていうか、サラリーをもらえる仕事に就けないから、そういう自営に走るという人が多いようで、パラサイトという映画、2年ぐらい前に、アカデミー賞を取ってましたけど、あれのお父ちゃんみたいにですね、台湾カステラをやったとか、チキンやったとかっていうのがありましたね。で、結局失敗して最後はですね、コーナリングの上手なですね、運転手になってましたけど、なんか匂いがするとか言われてましたけどね。まあ、ああいう方々が実はですね、愉快な大人さんにいっぱいいて、息子、娘もですね、なんかあぶれてましたね、なんかね。なんで、ああいうこう、苦境にある人々が実に多くてですね、なんでそれがね、政権を不安定にせえへんやろうなと思うんですけど、まあ一つはコロナというのがあってね、街角に出て抗議するっていうのが彼らの得意技なんですけども、その9人以上の集会禁止とかってなってたんですよ、ずっと。今ちょっと緩んだみたいですけど、またでも今回この1、2ヶ月増えてきたんで、また禁止に、なんか緩めたりあれしたりしてますね。なんで、要はデモができないという状態なんで持ってんのかなという気はいたしますね。はい、この著存ラインのサイトは貼れませんので、お探しください、朝鮮日報ですね、韓国の
韓国の大卒就職率、65%、最近10年間で最低水準という記事を元にですね、実はあの国は景気悪いんちゃうかという話をですね、お話をさせていただきました。はい、皆さんどうもありがとうございます。